さてさて、始まりました。雑談シリーズ第2回、イエーイ。音入ってるし。今日はね、雑談シリーズ第2回ということで、グランセフトオートをやりつつやっていきたいと思いますよ。そして今日はなんと、これ雑談シリーズにコラボしてくれるというね、大物 YouTuber の方が来てくれております、ゲストで。さあ、大物 YouTuber をちょっと迎えに行こうかな。いやー、あの人が本当俺とコラボしてくれるなんて、本当マジびっくりしたわ。まさか出てくれるとはな。どこ行ったかな。もうみんなが知ってるで、ね、あの大物 YouTuber ですから。あ、いた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 、イエーイ。イエーイ。どうも、どうも、おはようございます。どうも伊沢さん、どうも伊沢さん。もう、あ、行った行った。おいこら、おいこら、おいこ、行った。おいこら、おはようございます。あのクソガキは待てこら、お前、あの野郎、ほんとに。どうも、今日伊沢さんを迎えてやっていきたいと思います。どうもどうも、ほんと。あ、手配図ついちゃった、行って。あのクソガキだもん、ほんとに。ほんと、ほら、誰もが知るこの大物 YouTuber 伊沢さん。いやー、かっこいいですね、さすが。いやー、ありがたいですね、こういう企画に呼んでいただけるのは。物持って、ほんとに。まさかこんなコラボできるとは思ってませんでした、私も。いやー、僕はね、こうやってまたこういう場所にね、来て、もう本当にいろんな人とプレイできるのは本当に嬉しいですよ。死んだし。黙る、雑魚。はぁ、警察に呼ばれたんじゃわしゃ。というわけで、雑談第2回ね、第2回目。今日はなぜグラセフやってるかというと、あれだよね、結構ね、グラセフいろんなアップデート入ってね、楽しそうな感じになってんだよね。そう、俺、めっちゃ楽しそう。デッドラインとかやりたいんだよね、マジで。あのスタントレースとかさ、今回のなんだっけ、あの車とかも増えても、そう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 、とか超楽しそうじゃん、組織でかくしてね。ただ毎回ね、そうそう、アップデート入ってパイセンとね、グラセフやろうぜっつってね。いや、最後やったのいつ、あれ結構前か。もう何ヶ月も前ですよね、あれ。あれだよね、あのビーストのやつだよね、多分。ああ、そうですね、ビーストのアップデート入った時にやって、で、結局結論として2人でやっても面白くねえっていうね、そう結論に至ったんだよ。2人でやるゲームじゃなかった。そう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 。というわけで、今回我々 GTA5 の来る猫坊主にね、メンバーを募集したいと思います。よろしいですか。はい、よろしいですよ。どうも、バシバシ来てほしい、本当にね。で、みんなでグラセフをやろうじゃないかと。レースとかね、人数集めればレースやってるだけでも絶対楽しいと思うんだよね。そう、2人でレースやったところでなんだからな。そうそうそう。そう、そう、結構俺でもグラセフやってる時撮ってんだけど、ほぼほぼボツなんだよね、2人でやったやつ。これ面白くねえなっつって。何の成果が得られませんよね。そう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 。だもこういっそね、猫坊主に、クルー猫坊主にメンバー募集しようじゃないかということで。やったね、来てくれれば嬉しいけどさ。なるほど。うん、嬉しいなね。話してる時のナチュラルに殺していく感じ。パイセン、はい、俺の持ち金ゼロになったわ。あの人負け犬になったぞ。ただ、ただね、ただグラセフの、なんだ、じゃクルーの募集、メンバー募集だけれども、何点か注意事項がございますよ。まず、はい、注意事項第1、デデン。我々、PC 版しかやっておりませんので、PC 版限定になります。そう、残念ながらね、プレイステーションとか Xbox は来れない。そう。PC 版でグラセフをお持ちで、我々のクルー猫坊主に参加してもいいよという方限定になっております。あとあれだね、やっぱりそのやっぱり人が多くなるとやっぱ楽しいシーンとかもね撮れる。あ、そっかそっか、だから俺の動画とパイセンの生放送に出るっていう前提でお願いします。それそうだね、そこは了承してもらわないと。そう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 、そう、 うちのクルーは基本的に、まあ、やるときは撮影しておりますので、それはご了承いただきたいと。あともう一個は、あれか。やっぱりその、やっぱり人数増えると楽しいけど、多分トラブルも増えるから、ね、ある程度やっぱルールを決めとかないといけないかなっていう気がするんだよね。そうですね、常識的に感じで。そうそうそう。だから、その、まあ、ボイチャとかもあるからさ、ボイチャで例えば暴言をずっと吐くとか、
あとこう撮影ができないような妨害をするっていうケース、そうそうそう、に関しては、即刻、クルーから脱退をさせていただきますと。とはいえ、ね、俺らのプレイスタイル的に、その例えばレースやってて、なんかね、レースのど真ん中に車横付けしてね、邪魔するとか、そういうのは多分ね、OK だと思うの。面白いと思うから。そう、そういうのは面白い。うん、ただ、それがね、定常化すると、面白くなくなるから、いいタイミングでそういうことを やって、もう全然怒んないけど、毎回やってると多分、お前邪魔だぞっていう話。そう、もうそれ節度と適度を守って。それも飽きたわ、飽きたわってなるから。ね、だそういう風に、ね、みんなで楽しくね、こう遊んでいこうじゃないかという、ね、感じでやっていければと思いますよ。めっちゃビビった。ラグって目の前出てきたぞ、この人。というわけでね、じゃあパイセンから最後あれしてもらおうか。このクルーのモットーをね、教えていただいて、それに賛同できる方、ぜひぜひ我々ニコ坊主のクルーに参加していただければと思いますよ。じゃあ 3つの言葉でいこう。お、楽しく、お、騒いで、お、みんな気違いでやろう。なんでなの？なんでなの？きついだわ、うちのクルーのこの人。やばいわ、あの人。マジで。みんな注意した方がいいと思われる。というわけで、一番注意した方がいい。というわけで、説明欄にクルーの、ページ貼っとくから、そこから招待をね、参加してもいいという方、招待を送ってください。あ、そっか、楽しみだな。そうそう、ちなみに、あれ、俺らが会話しながらやってるこの会話ツール、ディスコード、ここにね、入ってはちょっとできないので、まあ一緒にね、本当にゲームするっていう感じになっちゃいますけど、まあ本当でも人数集まったら定期的にちょっとやっていこうと思うので、今後ね、ぜひぜひ参加していただければ嬉しいと思いますよ、私は。いっぱい来てほしいな。そうそう、多分来年になったら、危ねえあいつ。来年になったら多分、うちのメンバー多分グラセフは結構戻ってくるやついるから。そうですね、うん、いっぱい。そう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 、そういう意味でもね、結構楽しくなっていくんじゃないかというふうに思っております。 OK、 Yes、 OK です。 OK、 じゃあ今回はね、大物 YouTuber パイセンを迎えてのコラボ達成ということで。ありがとうございます。本当やっと手配できたわ、よかった。ハイロついたんだけど。なんで？人殺しすぎた。お前、快楽殺人者か、あいつは。どっかの人は僕のこと何回も殺したけどな。お前、おかげで俺金ゼロだ、お前。またお前、公共料金払えねえじゃねえかよ、俺。ガス止められんぞ、お前。仮想世界でも止められるのか。仮想世界でもってなんだよ、お前。現実止められたことねえわ。アホか。現実は金持っとるアホか。あ、そっか。よしよし。というわけで、応募がいっぱいあることを祈って、この辺で終わりにしようか。そうですね。行って。よし。来ました。おはようございます。OK。はい。よし、これから頑張っていこうぜ。はい、頑張ります。それでは皆様、はい、どうぞ。また来週。イエーイ。歌んのか、こら。今取り出す銃間違えたなと思った、かなり。甘いわ。燃える男だわ、かっこいいな。金ねえのにいいのかな。絶対やばいわ、あの人。絶対メール来てる。